佐賀実のるかは、明治時代から昭和時代中期にかけての家族。佐賀君勝の長男。母は、南か。佐賀家三十代当主、公爵。妻は九代、浜口吉右衛門の長女、久子。長女の甲が、軍部による日満神前の政略結婚で、佐賀家には全く相談もないまま愛深刻ら不潔の、日に選ばれる。 不潔と広氏の夫婦仲は良好だったが、中国へ渡り軍部と宮廷の厳しい政治情勢にさらされる広氏に、広氏さん、何事も我慢するんだよと言い含めたという。戦時中は妻子を疎開させ、自身は東京を離れなかった。赤坂の自宅は空襲で消失した。横浜市日吉に住み、戦後の食糧難で庭を掘り返して畑を耕し、野菜を作り、鳥を飼った。 家族制度が廃止となると、代々伝わった書画や骨董を売って生活費に充てた。広ロが夫と行き別れとなり、大陸を露転した後に日本に帰国すると、佐賀家は一家で広ロと二人の娘の生活を支えた。未生夫妻は満員電車で学習院に通学する孫の衛生と生を交代で送り迎えをした。妹の幾子が町田学園の創始者。 町田徳之助に嫁いだ縁で、昭和24年6月15日、町田学園へとはある幼稚園を開園し、初代園長を務めた。昭和41年、愛心か羅不義と同年に78歳で死去。ありがとうございます。